今回、Facebook のこちらの歯科医院のサイトで、知りまして、応募しました。日本にいる時に定期的にホワイトニングの方はしていたんですけれども、タイに来て、妊娠と授乳でなかなかできず、今に至ったんですけれども、特に下の歯と上の歯の犬歯の色がすごく黄色くなってきて、それが気になってました。下の歯がすごく白くなっていたので、それはすごいなと思いました。先生も日本語が喋れる方だったので、すごく緊張していたんですけど、安心して治療を受けることができました。